ロイ・ハーパーロイ・ハーパーはイギリスのミュージシャン、シンガーソングライター。プログレッシブフォークと呼ばれる独自の音楽スタイルで1960年代から1970年代にかけてイギリスの若者の一部から支持された。14歳からミュージシャンとして活動を開始。軍隊への入隊や東国生活など波乱万丈の人生を送っており、このことは ハーパーの音楽にも現れている。また、神や宗教に対する会議心も垣間見える。かつては詩人を目指していたこともあり、彼の描く歌詞は音楽シーンにおいても際立っている。意外にも、元セックスピストルズのジョニー・ロットンは、ハーパーのファンである。その他にも、ジミー・ページ、ポール・マッカートニー、デビット・ギルモア、ケイト・ブッシュなど、 ジャンルを問わず様々なアーティストに多大な影響を与えてきた。レコードの売り上げはそれほどではないものの、ミュージシャンの間では高い人気と評価を得ている。独特の作風とマニアックな音楽性でコ,コーのフォークシンガーとされている。また、ピンク・フロイドのアルバム、炎、あなたがここにいてほしいの収録曲、浜マキワイ・カガにはゲストボーカルとして参加している。また、 レッド・ツェッペリンのアルバム、レッド・ツェッペリン3の最終トラックには、ハッツ・オフ・トロイ・ハーパーという曲が収録されており、交友の深いハーパーへの敬意を表している。ジミー・ページは、現在も、ハーパーのライブにゲスト参加するなど、長きにわたって交流を続けている。ありがとうございます。